はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ、札幌の辛口男梅サワー、アルコール度数 9%、限定販売です。梅果汁が 3%、後味キレッキレ、原材料が梅と梅干しエキスとスピリッツと食塩と、糖類と酸味料と香料と果実色素と、ビタミン C とカラメル色素。お疲れさんに梅映画しみる。1、休む時こそ刺激を求めよ。1、疲れたことを自慢するな。1、家では仕事をキリッと忘れろ。1、揺るぎない意志を持て。これずっと飲みたかったんですよ。でね、辛口なんですけど、アルコール度数 9% なんだけど、甘味料が含まれてないんで、これちょっと期待ですね。期待して、飲みます。これは、うまいんじゃない?割と。絶対甘味料含んでるだろうと思って見たら、甘味料含んでなかったら買ったんですよ。うん。ということで。それでは皆さん、乾杯。なんだろう。なんか大半結構えぐみが強い。うん。アルコールのえぐみなのかな。なんか、舌をこうつくようにえぐみが残るんですよね。後味。なんかこう、飲んだ瞬間から舌を、えぐみが支配するんですよ。まあ、アルコール度数 9% なんで、まあ、アルコールのちょっとえぐみなんかなっていう感じもしないでもないですね。うん。男梅サワー。うん、まあ、辛口って書いてあるけど、ぶっちゃけ普通に甘いですからね。うん、もう結構甘いんですけど。うん、まあ、どこが辛口なのかなっていうのも、まあ、ありますし。まあ、あと、ムカつくのがこの後味キレッキレって書いてあるんですよ、ここに。後味キレッキレ、はぁなんですけどね。うん。どこが切れてんのかわからん。よくわからんですね。まあでも、超男梅サワーに比べると、甘味料が入ってないんで飲みやすいですね。うん。
超男梅サワーの方が、実に甘味料が入ってて気分が悪くなるんですよね、飲むと。まあでも、難しいっすね、これ。しょっぱいうまさで好評の男梅サワーから辛口が新登場。男梅サワーならではのしょっぱいうまさへ、さらに塩を加えることで後味のキレを引き立てました。アルコール 9% と強炭酸で仕上げた夏ぴったりのうまさですって書いてありますね。まあ。個人的にはやっぱ一番最初の男梅サワーっていうアルコール度数 5% のやつが一番なんかバランスが取れてて美味しいですね。美味しいと思います。これもまあ、そこまで悪くはないんですけど、やっぱちょっとどうしてもこの、なんか、なんかこのエグさみたいなのがあるんですよね。もう飲んだ瞬間からもうエグーってなってるね。それがちょっといただけない感じはありますね。札幌か。最近札幌のニコ生で番組があったんですけど、札幌のビール工場、千葉にある工場で、工場見学して、んで、みたいな、スルーみたいな番組が、ニコ生で公式であって、それ見たんですけど、もうね、出演者がね、もう、札幌ビールにめちゃめちゃこびこびの、うまいか超うまいしか言わないんですよ。うまいと超うまいしか言わないんですよ。そんな感じだったらね、もう萎えましたね。ムカつく。実にムカつく。ニコ生のね、加藤純一っていう人がいるんですけど、まあ、人がね、もうね、もう褒めまくり。結局このマニーをもらってるから、まずいとも言えねえんすよ。で、札幌の黒ラベル飲んでましたけど、もうね、ムカつく。こびっこびな姿勢。だから俺はね、絶対、もう公平な立場って審判みたいなもんですよ。最近ほら、奈良判定とかあるでしょ。あれじゃダメなんですよ。YouTube でもね、下げ動画上げてる人いますけど、だいたいうまいか超うまいしか言わないんですよ。だから一切見てないですね。もうこびまくってる。俺は絶対こびねえっすね。まあだからこそ、まあ僕の
下げ動画を見てくれる人っていうのはね、俺の直感の、直感っていうかその、嘘偽りない、コメントを待ち望んでるんですよ。やっぱり、俺すげえ素直な人間なんで、まずかったらもう、即座にまずいっていう人間なんで、絶対企業懸案来ないんですよ。うん。まあ、だからまあ、仕方ないっすね。やっぱり、ああいう、上の人間をね、こう、おだてて、おだてるね、人間の方がやっぱり、まあ上に金はね、上になるんですよ、やっぱ。まあでも俺は一切媚びねえ。絶対媚びねえ。俺の素直な心、俺長所は素直なことだと思うんですよ。やっぱり人間って、どうしても、嘘とかついちゃうじゃないですか。うん。でもそこを極力、もう一切、しないようにね。僕は、酒動画においては、絶対、例えばの話、僕が札幌推しだとか、ね。札幌と朝日と、サントリーとキリンがあるじゃないですか。その4社の中で、どれかしらにこう、媚びてはいけないんですよ。うん。それだとレビューの意味がないんですよ。こういう酒レビューっていうのは。何かを飲んで、うまいかまずいか判断して、で、どういう味なのかっていうのを言って、やっぱ公平にね、審判っていうのはやっぱり公平じゃなきゃいけねえんですよ。だから、僕は、酒動画上げてる意味っていうと、酒動画なんでお前そんな上げてんのって言われるんですけど。なんでかって言ったら自分のためなんですよ。だからこれ飲んでうまかったまずかったって、後で見返せばこれがうまかったかまずかったか確認できるじゃないですか。うん。で、じゃあこれはまずかったからもう買わないようにしようだとか、あ、これうまかったんだ、やっぱ買おう、みたいな。とか、やっぱ自分自身のためにほぼほぼ、あるようなもんなんですよ。だから、一方をね、あげるっていう、その、レビューとして、あげます。それじゃダメなんですよ。レビューなんて公平にやらなきゃ何の意味もねえんだよ。ね？だから審判がさ、奈良判定みたいに、奈良の人間をね、勝たせるみたいな、そんなやり方じゃんお前何の意味もねえんだよ。だから、俺はどこの会社にも、こびない。これ素直なことを言う。もう絶対に、誰の人間にも媚びない。まあ、こういう姿勢をね、姿勢でいなければ、やっぱいけないんですよ。まあこれはそんなに美味しくありません。うん。まあただちょっとえぐみがあるな。やっぱな。やっぱ普通の男梅サワーの方がやっぱ一番うめえな。
3343です。ご視聴ありがとうございました。